ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は、はい、まあ、YouTube のコメントで結構来るんですけど、うん、前やったやつどうなったのっていうようなコメントが結構頻繁に来るので、今回は今までにやった木どうなったのか簡単編を簡単編だ、はい、やっていきたいなと思います、はい。カンタさんの作った木なんですけど、売り物がほとんどですからね、はい、だからここにないものも結構あるのかなと。だから残ってるやつだけでも写してって、どういう成長を遂げたのかを見ていただきたいなと思います。わかりました、はい。暑いですね。暑いですね。これもそうか。あー、竜の頭だいぶ伸びましたね、ここね。あーはーはー、ここ伸ばしたくてどんどんこっちに行きたかったんで切らなかったんですよね、はい、じゃあだいぶ伸びてきた、うん、茂ってきた。最終的にはどこもうこの辺までは来たいってことね。いやー、そこまでこの辺どうかな。ただ枝に太さが欲しいんで、ちょっと一回伸ばしてある程度でまた切ってあげてって、そういう感じで作っていきたいなと。なるほど。裏は回さないの？裏こっち、まあ一応、あーそれはどうだろうな。一応水吸いがね、裏なんですよ。あー、水吸いを見せるにはそこが空いてないととは思いつつ。なるほど。まあでも乾いぎですからね。あー、見えなくてもいいのか。まあただ全体的にシャリの迫力と葉の量で見るとやっぱり葉がまだ負けてるんで、うん、やっぱもっと大きくしないといけないですよね。なるほど。また伸ばして、今はちょっと一塊みたいになってますけど、まあ、ちょっと棚でなんかね、だんだんになってくるとまたちょっとまだアンバランスですよね。こんな感じ。こんな感じ、はい、こういうのが続きますのでこういう動画ですか。こういう動画です。はい、はい、うんうん、これはちょっとバズったやつですね。バズったんですか。ちょっと伸びてますよ、確か。あら、20万あそんなにいってないか。いってないじゃん、ね、一応見ますか。5万ぐらい当ててみよう。いや、もっといってる。15から20ぐらい。7万ぐらいでいっても。28万再生すごい。なんで28万再生されてました。あら、この動画は僕好きなんですけどね、いろんな人が出てきて、はいはい、みんなでわちゃわちゃ喋って、ああじゃない、こうじゃないって言いながら作ってる動画なんで、うん、当時の日常も感じられるし、動きのいい木なんで、はい、なかなかないですよね、こういう木もね。結構徒長してますね。ね、いろいろ伸ばして途中ですね。これもやっぱり大きくちょっとボリュームつけるために残してるとですね、うん、別にせずに。そうです。もっとね、上の方を元気にさせたいんですよ。うん、だから上はもう完全に切らないで、もう少し頭もせり出してくるような感じに作れればいいかなと思って。じゃあもう一段階大きくなる。うん、頭はもうちょい大きくしたいですね。うーん、もうなかなか斬新な動画でしたね。ね、まあ鉢がちょうどあったっていうのは良かったですよね。面白い鉢に入って、鉢が相当悩んだ木だったんで、うん、まあ収まりは良くなったから伸びたんかなとは思います。はい、僕はここが頭にするっていうのがびっくりしましたけどね。もともとなかったもんね。ないですね。持ってったんだよね、そこ。ここで引っ張ってるんですよね。ね。思いっきりグッと潰して、高橋さんと一緒に。この辺も全部もう今、どんどん伸ばしてる途中なんで、うん、ガサが大きくなって、しっかり棚が出てくると面白いんじゃないかなと。なるほど。はい、思います。元はこっちが正面だったんですけどね。あ、そっか。だいぶ昔の動画にありますけど、うわ、たまに僕見るのが好きで、これ巨大文人襲来エヴァのパクリの、そう、これ好きなんですよね、本当に。あ、本当、こういう柔らかい感じで帰ってるっていうのが僕は好きなんですよね。表面ここここら辺か。うん、なるほどね。木が、まあ一応その時はね、この木をこの枝をこっちに持ってきたんですよ、うん、何もないところにちょっとバランスを取ったような感じだったんですけど、ちょっと近くで見ると分かんないかもしれないけど、でも、うん、この木が当時入ってきて見えるんですよね、一番高い化成が、うん、
そうするとやっぱりあの生き生きだなとかって自分でも思ったりしますね。なるほど、はい、これでもあんま変わんないですね。これはね、ミトルが増えたぐらい。そうそう、やっぱり鉢がね少しちっちゃい鉢に入れたんで。なるほどね。その辺が関係してるかもしれないですね。来年ぐらいに植え替えしてあげて、はい、もっと元気つけてあげればいいかなと思います、ね。うん、はい、この小さいやつは、小さいやつはこれ剣貝を、はい、先生みたいな剣貝を作ろうみたいな。鉢は変えてた。変えた変えた動画もあった。うん、あ、ちょうどいいやつを見つけてきたんで、はい、それに入れたような形ですね。うん、これに一番乾くんですよ今。あ、そうなの。はい、だから1日本当に 4,5 回やってます。なんで成長してるから。成長してるのもあると思うし、だけよく植えたんで。あと根っこが多分ここぐらいなんですよ、これ。 あとここ全部土だから、そういうのも関係してるかもしれない。しっかりゴロマ下入れたし。なるほど。一番乾くです。うーん、枝枯れもしてないですね。枝枯れ一本もしてないですね。いつも落ち着いたと思いますよ。あれから2ヶ月ぐらい経ってぐらい、うん、まあこの辺ももうちょい後で採掘してあげて、なんかちょっと角度変わってますけど誰かしら動かしてるね。動かしたんですよね。はい、もうこういう後々ですね、また手水が肉巻きしてきたんで、うん、もう少ししたらもうちょい削ったりとか、シャリを溶合剤塗って白くしてあげてもいいかなと思いますね。うん、これ売れちゃいました。これ売れちゃいました。うん、これか、それで言うと、なんか見覚えある。なんだっけ、初心者がなんとかみたいなやつだった。どういうの買ったらいいよみたいな。いつぐらい前ね。2ヶ月前ぐらいです。いや、その時の動画だと多分ね、ハスカシやったんですよ。はい、で、シャリをつけた。うん、でそれがだいたい今2ヶ月ぐらい経って、こんもりこんもりしてきて、全体に棚が出てきたっていうのと、うん、削ったところの水水ですね。うん、肉抜きしてきましたよね。わかるかな。カマキリのお腹みたいな、うん、色みたいな。こうなってきたら、もうちゃんと溶合剤塗ってあげないと、うん、だいたいこういうのはこう削った一番下の地面に近いところから腐っていくんで、しっかり溶合剤塗ってあげて防腐の役割をさせてあげるっていうのは重要かもしれないですね。でまた日が経った時にこれをじゃあちょっと片方にしてみようとか、うん、そういう感じでやってみるとまたいい気になると思います。はい、これか、はい、ここにあります。当時よりだいぶ葉が増えて、うん、針金もそのままなんですよ。だからだいぶ食い込んじゃってるんですけど、うん、あ、でも当時とボリュームが違うんで、うん、迫力が出てきたかなって。真っ白ですね、向きも。これでずっとここに、いや何にも手入れしないから、ね、皮むいてあげれば。出てきた。なんでこんな白くなるの？残ったね。経年、経年。結果？結果っていうか。本当？あ、あれも言った方がいいんじゃない？この死ぬほど刺したやつ。一応。これ動画ではやってない。動画ではやってない。この画で。この絵。この絵をね。6時間ぐらいかけて。2人で刺しました。刺しました。結果が。何割残ってる？4割結構いってますね。これがついてくれるのはまたここから減ると思うね。信じて、うん、この辺も同じ条件変えたんですよね、確かね。うん、あともう一個ここにありますけど、カリカリじゃん。カリカリになっちゃいました。100円、100円ショップのやつですね。うん、僕も失敗しました。失敗した。あのずーっと外に置いてたんですよ、植え替えして、うん、じゃあ焼けた。ああ、そういうこと。だからこうやって置いてたんですよ、うん、こっち西日で、うん、こうやってたらもうここが全部焼けちゃった。なるほど。でもこの赤玉は全然 OK だと思いますよ。メダカの、メダカの赤玉、赤玉ね。それの影響でこうなったんじゃなくて、うん、単純に強い光浴びさせすぎて赤くなっちゃっただけなんで。なるほど。うん、これも同様ですね。放置してしまいました。はい。こいつも。で、こいつは多分出てくると思うんで、また。そうですね。はい。ここはあれですね。
H さんの、うん、某某 H さんのやつですから、歌い手さん、はい、ギタリストじゃん、ギタリストだっけ、これは多分 ね、 そうですね、 H さん編で、 H さん編でやるかもしれない、これか、これもやったっすね、一回ね、あー、おつなきを、おつなきを作ろう、うん、つるめもどきってやつですね、うん、実がすごいね、昨年以上にいっぱい出ちゃいました、うん、でこの後に冬のぐらいの時期にあれ行こうかな、うん、あれがいつだったかな、10月とか11月とかだったかな、赤く、まあオレンジになるんですよ最初、はい、黄色っぽい実で中から赤い種がパカってくす玉みたいに割れる木なんですけど、だいぶオツじゃなくなっちゃいましたね、まあでもね、この曲線がね、この辺の古さが面白い木なんで、落葉したらオツになるんじゃないですか、オツになるかもしれない、こういう感じ、うん、これね、倒れちゃうんですよ、はい、大変なんです、水やりが、これだ、あれで、でも最近ですよ、はい、1ヶ月前ぐらい、そんなに経ってないと思う、だいぶもうすごいね、すごいことになりましたんで、ちょっとこの後これを剪定してあげて、はい、で針金もね、食い込んじゃってるんで、うん、取ってもう一回かけてっていうのをやっていきたいと思います。そんな一瞬で食い込むんだ、うん、もう 肉巻きもすごいですよ。うーん、ほんとだ、元気だね、楓はね、こういうのが臓器の魅力かな、うん、と思います。はい、取り木を外したやつですね、紅葉松の、紅葉松の、こっちがちゃんと取れたやつで、こっちが違う方から根っこが出てるやつ、違う方を刺したんですけどダメでしたね、うん、そういうことなんですね、そういうことなんですよねこっちはもう元気ですよ、多分元気、うん、まあ、後々これは縮めないといけないです、うん、こんなとこですか、そうですか、うん、多分探せばもっとあるんでしょうけど、とりあえずこれ辺で、はい、楓のその後の手入れをしていきたいなと思います、はい、まずはですね、すごく伸びてますけど、うん、伸びたということは枝が太ったということなので、針金が食い込んでしまってます、うん、なのでちょっと一回針金も取ってあげます。多分だいぶもう癖はついちゃってると思うんで、癖どころかちょっと傷がついちゃってるんで、だいぶ緩くかけたんですけどね、ね、ちょっと昼間さんの動画で長寿梅の剥がり、うん、やったけど、やっぱ1週間でも結構生えてるもんね。そうですね、うん、今ちょうどそういう時期なんで、うん、こういう時食い込んでる時は切るんじゃなくてほどいていくような感じで取っていくといいと思います、うん、どうしてもバツって切っちゃうと幹を傷つけたりとかっていうのがあるんで、だいたいこうやって取るか、もうそういう風に取ってたら切らないんですかって言われたことあります、バツバツって、うん、だから切った方が早いんですよね、うん、圧倒的に。でもこの場合だと幹に気を傷をつけちゃうんで、ケースバイケースですからね。なんか切るのもね、むずい場合ありません？ちっちゃい木では多いかなと。ああ、でもハサミ次第で、こういうのがあれば切った方が早い。だから僕はこれなんですけど。その形ね。うん、こういうやつだとやりにくいかもしれない。まあ、あっちの方がなんか太いの切れるんじゃない？そうですね。多分ね、形的に力入るもんね。そうそうそう。でも結局こういうのは細いのが巻いてあるわけじゃないですか、パパパパパパンって、そういうのは切っちゃった方が早い。はい、こんな感じで、はい、もう癖つきましたね、はい、まずちょっとこの下の根っこ切っちゃいます、うん、生えてなかったですね、生えてなかった、はい、切りまして、まず最初に、現状確認しようかな。これが挿し枝みたいな感じで思ってたやつ、うん、これは頭、うん、これは反対の枝、これが裏枝って話してたんですけど、うん、まあ、裏はすごく元気になって、こういうのをなんか知らないうちに出てきてたりとかしてます、伺います、はい、まあ、全体的に伏せたいんですよね、全ての枝。この辺の枝はもう少し太さが欲しいんですよ。正面こっちってこと？こっち、はい、この辺のまだ木の幹の太さに対して枝が太くなってないんですよね、うん、なんでそこはちょっとよろしくないというか美しくないところなので、これは切らずに伸ばして太らしてっていうのをやっていきたいです。ただそのままだと
どうしてももうこうやって上に上にってなっちゃうんで、伏せながらまたかけていく。じゃあ取らなきゃいいじゃんって話なんですけど、じゃないとここがもっと食い込んじゃって、向きがね。うん。そうするとまたそれはそれで見栄えが悪くなるんで、その繰り返しっていうことです。大量の葉がいますが、我々には金柑さんが、金柑がいますから、いますから、安心お待ちしております。株式会社金柑堂さん、金柑堂さん、はい、また、はい、針金をかけていきたいと思います。一本、裏もこういうのも全て、これもかな、はい。アルミ線だと、巻いてた外した針金はやっとこ2本で持ってピンと貼ると再利用できます。まっすぐ、はい、でこれはアルミ線ができる話で、銅線だとできないんですよね。形状記憶というか、もう一回曲がったらその形に戻らない性質があるんで、アルミ線だからできることなんですけど、はい、こういう感じでやっていくと SDGs ですかね。 SDGs だもんね。じゃあ、トイノを下げていきたいので、トイノ同士でまず同じようにかけていきたいと思います。この時にポイントなのは、さっきこっち回転なんですよね、左向きというか、うん、なのでこれを逆にしてあげるといいと思います。同じ向きにするともう一回食い込んじゃう場合もあるので、うん、反対側にしてあげると、まあ、また違う向きになって食い込みにくくなります。はい、はい、1本できました。はい、間をなるべく、まあ、隙間をちょっと作りながら緩くかけたような感じですね。でそれが後々、太ってくるとこれが枝になるっていう感じで、はい、これ全部使うわけじゃないんですよ、うん、もうある程度でもこれぐらいで切っちゃえると思うんですよ。でその脇芽で枝を作っていくんですけど、うん、枝を太らせるにはもうずっと走らせないと、ここが太ってこないので、はい、ずっと伸ばしてます。でそれも上にも裏にも言えることなので、両方今度はやっていきたいと思います。ちょっと頭ぐにゃぐにゃしたんですね。ちょっとしました。ちょっと上にグッといくというよりはちょっと曲をつけてあげて、あんまり行き過ぎてもこの木に対してはおかしいんで、はい、この高さぐらいで将来像こういう感じの木になればいいかな、うん、これぐらいで幅は、はい、こうやってやってあげるとまた上にどんどん伸びてくる枝が出てくるんで、うん、そしたらその時にまた下げてっていう繰り返しをやってあげると枝が早くできるし、うん、次第に、まあ、傷も巻いてくるのが早くなりますね。ここも今見てもらえると、今カットパスタもう一回塗りましたけど、切ってから1ヶ月経ってないぐらい、経ったぐらいか、1ヶ月ぐらいで、こんだけ巻いてるので、っていうのはここに枝がある、んですよね、縁、うん、に言ってましたね。そうなんで、この肉も巻きやすいというか、うん、でここに多分ここからまた出てくる、これでここが出てくればなと思ってたんだけど、まだ出てこない、もう出てこないかな。本当はここで出てきて裏枝になれば一番いいんですけど、うん、ちょっとなんか傷つけとこうか。傷つけたら出てくるかもしれない、ね、かもしれない。でも7月に前作業して8月にもこれやんなきゃいけないって暇かかりますけど、ね、暇かかりますけど、でも逆に言うとやることがいっぱいあるんで、雑木が好きな人も雑木しかやらない人も多いし、うん、面白みっていう面では松とかよかはあるかもしれないですね。そうですね、ちょん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 できるっていう、最初動画で見たけど心拍とかあんま変わんないですもんね。そうそうそう、あとは町ですねみたいな、うん、何年とかいうレベルもねになっちゃうんで、雑木をやりたい人ってのはやっぱこういじりたい、うん、で目に見えてわかるっていう、確かに変化が早い、変化が早いから、うわ伸びてるとか、うん、いいとこ枝出たとかっていう喜び、うん、ね、そこが盆栽好きでやっぱり雑木好きな人は多いかもしれない、うん、四季も感じれるし、はい、うん、あ欲ばもうぶった切っちゃえばリセットできるっていうのが、うん、この雑木の強みというか、はい、っていう感じですね。はい、まあ、盆栽の面白みっていうのはこの
変化っていうところなので、うん、さっきから松とか、心拍とか臓器とかっていろいろ経過を見てきましたけど、やっぱりこういう変化を楽しむっていう文化っていうのはあんまり他のジャンルにはないと思うので、うん、せっかくだってそういうのを楽しんで、身近に生命の力っていうのを感じてもらえると、いいかなと思います。はい、はい、みんなも盆栽やってみたいっていうふうに思ったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。これ言ってるからがやっぱね、カンタさんの動画の高評価率高いんだよね。あ、そうですか。言った方がいいかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。励みです。はい、はい、あとやってほしいこととかね、あ、コメントとかで ね教えてもらえる。全部が全部できるわけじゃないんですけど、はい、できそうなやつはやってみたいと思いますので、はい、リクエストあったらお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。